一帯一路っていうのはその中国がね、い。言っている、まあ、はい。習近平国家主席が提唱しているはい。話で、ですけれども、まあ、世界戦略ですよね、中国の。まあ、その中に北海道がどのように組み込まれてるんでしょうかという話から、お聞かせいただきたいんですけど。まあ、前回その出た時には若干その尻切れトンボになってしまったんですけれども、一帯一路構想の中の北極海航路というものに北海道が重要拠点として、まあ、指定をされて、まあ、組み込まれているという話なんですけれども、そもそも北極海航路っていうのはどういうものかっていうのを皆さんご存じないと思うので、まずその北極海航路の優位性というそのフリップを作ったので、まずはそのフリップをご覧いただきたいというふうに思いますが、できますか？ここに立てますか？あ、そうですね。で、これ、実際にですね、これが今まで使ってるその航路です。で、北極海航路というのはこの上を通るんですけれども、今まではその氷がたくさんあったためにですね、まあ、砕氷船を使って相当なコストがかかったと。それが温暖化になって、ここら辺の氷がなくなって、相当そのコストが安くその搬送できるようになったと。で、中国が言っているのは、まあ、航路を使って資源だとか、その食料だとかを中国に運ぶっていう中で、これからはこの航路っていうのが、この距離を見てもらったら分かるんですけれども、2万1000キロが1万3000キロまで距離が下がって、あと、ここ紛争地帯だとか海賊が出るっていう場所を全部クリアして、その中国に持っていけるというこういう土地で、実際に中国がですね、まあ、手中にしたというか、まあ、契約したその港というのがいくつかあるんですけれども、特に注目したいのはですね、北朝鮮のソナンというその港とチョンジンっていう港なんですけれども、中国っていうのは日本海に面している場所がないんです。で、北朝鮮の2つの港をそのしっかりと抑えて、ここからその運ぶというような、そういうその戦略になっていると。他にもこれだけの港が、まあ、中国が抑えている中で、この北極海航路に非常に重要な拠点で、釧路と苫小牧というものがまず抑えられたということを、まあ、ご理解いただきたいと。抑え次られの、たっていうか、その要するに注目してるという意注味です目よしね。てる、それで次のフィリップをその出していただきたいんですけれども、その中でこの釧路と苫小牧なんですけれども、まず苫小牧の動きで言うとですね、実際にはその中国最大の海運会社、これの幹部がですね、実際にここに視察に来ております。で、ここはですね、将来的にその中国に対して食料をその輸出する重要な港だということで指定をされております。あと、釧路に関して言ったらですね、これもバルク戦略港になっていて、まあ、食料を搬出する港になるんですけれども、ここに大物が相当釧路に来てると。まあ、中国大使の公使が来て、中国駐日大使が来て、で、一等書記官が来て、で、この地域はその習近平国家主席が一帯一路構想で非常に重要な港だということを言っていますということを、実際に地元で言っているので、北極海航路でこの津軽海峡を通って、この北朝鮮の2つこの港を抑えているので、ここを戦略物資だとか資源だとか食料を運ぼうとしている航路にしようとしているというのは間違いなくて。ということで、まあ、一帯一路構想の中で北海道はそういう位置づけになっているということをよくよく皆さんにはご理解いただきたいと。ただその妄想で言ってるわけではなくて、世界的な動きの中で実際に北海道は中国が注目をしていて、そこにどん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 戦略的に入り込んでるということをご理解いただきたいという説明でした。これね、結構ね、その7、8年前ですね、一応その、小野寺さんから、まあ、情報をいただいて取材をして、私は単行本一冊書いてるんですよね。で、その時も、まあ、かなり実は非難を浴びていたんです。まあ、これはこの右翼の言ってる妄想だみたいな話でね。それとか、あるいはその原野商法的なものじゃないかっていうことも言われました。要するに中国が買いに来てるっていうことで値を吊り上げようとしたり、あるいはその市場をね、活性化しようとしてるんじゃないかっていう。でね、一部そういう動きも当然あったんですよ。やっぱりそのそういう騒ぎを起こせば、あ、じゃあ自分たちは買っとこうかっていう人も出てくるだろうっていうような、そういう便乗もありましたけれど、やっぱりね、見てみると明らかにそうではなくて、まあ、中国っていうのはその非常に遠大に考えてるんですよね。ですから、明日明後日にどうこうしようという話ではなくて、将来的にここを持っていれば、
いろいろと使えるなというような場所がやっぱり買われてはいます。ですからその日本人の目で見るともう使いようのない山でしょというふうに思われていても、あの中国の膨大な、ね、やっぱ人口を養っていく上でいずれ、ね、今以上に、まあ、中国国内は特にやっぱり水不足というのは非常に深刻ですから、まあ、水を、ね、抑えるということもあるでしょうし、良質な農地ですね、やっぱりこういうものを確保するという必要性もあって、で農地そのものはなかなか売り買いができないんですけれども、まあ、農地としても活用が将来可能ではないかというような場所ですね。そういうところがかなり抑えられていたり、あるいは港まで非常にアクセスのいい場所、あるいは空港へのアクセスの非常にいい場所、こういうところがやっぱり買われていることは間違いないですね。あの北方領土で申し上げました択捉島の、ね、軍民共用ってロシアが判断しましたけど、この辺の中国の動きをロシアは見て、まあ、それもありますね、まあ、それもありですよね。でね、もう一つ言うとね、北海道というのは戦後ずっと、まあ、ロシアによって脅かされる、ことの、まあ、脅威を感じてるところだったんですよ。潜在的な、ね、はい、恐怖はね。でもやっぱりこの10年ぐらいはもう間違いなく中国なんですよね。でも変な言い方ですけど、ロシア勢がやっぱりかなわない、中国勢に。そうですよね、叶いませんね。これほど中国人がやっぱり入ってきて、まあ、言ってみれば北海道買い漁ってね、で北海道でいろいろお金も落としてますよ。ですから、そういうような状況に、まあ、なってきて、随分こう様変わりしてるんですよね。そうなるとやがては、まあ、移民的なことにもなってくるんです、まあ、実際にはその北海道で相当な土地だとかが買われているっていうのが分かっているんですけれども、まあ、国の対応としてまあ全くなってないと。ただ他の国はですね、アイスランド、アメリカ、オーストラリア、カナダ、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー等々はですね、その中国資本の買収に関してどうすべきかって法律を変えたり憲法を変えたり実際に動いているんです。その中で日本は全く動いてない。それで昨日もそのイギリスのあるその新聞紙の報道でですね、ドイツは中国の買い漁りの恐怖の中で新しい法律を作らなければならないという報道が、まあ、出ていたんです昨日。それぐらいドイツとしても、まあ、あれだけ移民を受け入れる国としてもそれだけの恐怖を持っているということは、今日本において全くそういう法整備がなされてない中で、本当は日本こそ恐怖を持ってやるべきなんですけれども、それが全くなされてないっていう恐怖は逆に持ちますね。はい、あとやっぱりですね、これ実は元外務省の OB で今大学で教鞭を取られている方からもこの前その、まあ、私が7年前に書いた本を参考にさせてもらいました、でこういう論文書きましたっていうのでいただいたんですけれどもね、でその方もいや自分も外務省に長くいたけれども、これは非常にその、まあ、あんまりこういう視点はなかったとその時言ってくださったのは、要するにですね、その日本っていう国は他の国とちょっと違いまして、そのもちろんドイツだとか他のヨーロッパ諸国が新たに法律を作らなきゃいけないというぐらいこれを脅威だと受け止めている。でもヨーロッパの場合はですね、そうは言っても例えば土地を買われてもですね、土地そのものへのその所有者の権利っていうのは日本ほどは強くないんですよ。だからいろんな規制はできるんですよね。ところが日本の場合はもう持ってしまったら結構やりたい放題みたいなところがありまして、例えば森林なんかももう所有者が持っちゃったら他の人立ち入りできませんみたいな看板平気で立てるじゃないですか。あれはヨーロッパの一部の国々ではできないことなんですよね。いろんなものを不法投棄されたり森林が荒らされるっていうことを恐れて、森林というのは所有して個人の所有物であったとしてもやっぱりみんなの目が入る状態にしておかなきゃいけないっていうようなことになってるもんですから、日本とはそこら辺が違うんですよね。で日本の場合さらにそのじゃあ土地持ちましたと、その地下にある地下水は誰のもんですかっていう、こういうことも全く今までその規制も議論もされてこなかった、でこれを自民党が当時ですね、私がその小野寺さんからいろいろ情報をいただいて協力してもらって、取材をしてた時に、当時自民党野党だったんですよ、永田町の方の自民党が、で、まあ、高市早苗さんなんかを中心にその地下水を規制するというような法律を法案を作ってですね、でこれはかなり、精密に詰められたもう法案になってました。ところがこれがあれ2010年の暮れだったと思いますね、出したんですけれどももうそのまま吊るされたまんまです。で今日に至ってます、はい、もう何にもだからそのまま里闇になっちゃった。それこそ1ミリも動いてない、1ミリも動いてない。
です。ですからその土地そのものを買えなくするというよりは、まあ、土地を買われたとしてもじゃあその地下水に関しては規制がかけられるような状態になってればまだしもなんですけど、それが追いついてないという状態です。で7年前のままほぼ止まってます。それでその今その騒がれているのは北海道が危ないということで、北海道の土地が相当買われていると、で他のところは大丈夫なんだろうなって皆さん思ってると思うんですけれども、実はその先ほど言った一帯一路構想っていうのは中国の方でエネルギーだとか食料を抑えるということがまあ命題なんですけれども、日本全国でどれだけの太陽光発電所ができているのかっていうのはこれ本邦初公開なんですけれども、地図に落としましたのでそのフリップを出していただけますか。太陽光発電、そうですね、中国資本による、中国資本による太陽光発電所っていうのがこれだけ全国にあるんです。で実際に北海道だけ僕今その調べているので大変なことになっているということに、まあ、話になってますけれども、実はこれだけ中国資本が日本中に太陽光発電所エネルギーというものを抑えるためにその動いているということをまず皆さんにご理解をいただきたいと。いやもう全国くまなくじゃないですか。そうですね、全国くま、これは中国資本というのは間違いないその証拠を持って、印をつけておりますので、これだけの太陽光発電所が中国が今日本で稼働しているということです。これをまずしっかりと理解していただいて、北海道の問題じゃないんだよと、本当は全国の問題なんだと。でさらにですね、この太陽光発電というそのエネルギーということで切り口にですね、北海道の地図をちょっと重ねたいと思いますけれども、北海道ではじゃあどうなってるのかということですけれども、まずここの四角いエリアですけれども、この四角いエリアは100ヘクタール以上その大規模に中国が買った土地です。それでこれにエネルギーですとか水資源の情報を重ねるとどうなるかということですけれども、この地図にそのデータを重ねるとこうなります。つまり大規模に買ったところにですね、地熱発電所があったり水源は間違いなくあったり、あと石油が出たり、あのガス田があったり石炭があると、こういう場所が徹底的に買われているということです。つまり中国はむやみやたらに土地を買っているわけではなくて、中国が買っているというその土地を調べると地下資源だとか、まあ畑も買ってますし、そういうところを戦略的に買っているというのがこういう傾向からもわかると。そう考えると本当にのんきにただ土地を買われているよという状況ではなくて、中国として国が何が欲しいのかということをしっかりと見定めて、北海道の土地でもこれは北海道を調べてるから分かるだけで、もしかすると全国こういうような状況で土地が買われてるという可能性があるというのを皆さんによくよく知っていただきたいと思います。あとですね、もう一枚写真があるんですけれども、これはあのアリババで売買をされている北海道の土地の写真。アリババで売買、そうです、アリババでインターネットサイトで、インターネットですか、はい、これですね、ここの土地が今アリババで売られている土地なんですけれども、これ何かというと千歳空港の滑走路です、はい、そうですね、でこの千歳空港の滑走路のこの脇の土地なんですけれども、この土地はあの北海道サミットの時に警察車両とかを置くためにですね、道警が借りていた土地です。なのでその警備上非常に重要な土地でですね、ここには政府専用機もありますし航空自衛隊もあると。それでこの管制塔はですね、日本でその珍しいんですけれども、航空自衛隊が民間機とあの自衛隊のその飛行機の管制を担ってるんですけれども、これ北の拠点ですよ、その防衛の、そのここのフェンス脇のこの土地をアリババで売ってるんです。で実際にアリババのその文章を見ると日本人にしか売らないというふうに書いてありますけれども、それは完全なそのまあアリバイ作りですというの建前ですっていうのは、実際にはこれ売ってる会社はですね、私のことを売国奴とは呼ばせないみたいなその新聞チラシを入れてで宣伝をしているような人で、売国奴と呼ばれたくないから日本人にしか売らないっていうふうにまあ書いてるんでしょうけど、ただ実際にアリババに出して中国人に対して売っているというのは間違いない事実なので、こういうような国としてどうにかしなければならないというような土地も自由に中国で売買されているという事例も皆さんにはご理解いただきたいと。それぐらいに日本の土地っていうのは相当危ない状況に来てるんですよっていう認識をどうにか持ってもらいたいと思ってます。
ここの実は千歳空港のこの滑走路脇の土地というのは私たちは歩いたんですよね、実際に。でそれは何箇所か、当時も売り出されているところがありました。ただこんなにまとまった要するに、広さっていうのはちょっと珍しいんですね。でその今ちょっとちらっとおっしゃいましたけれども、要するにブローカーがやっぱりいるんです。でそのブローカーの人たちの中にはそういうふうに 前任を装ってる人もいるわけですよ。要するに自分はまあ、中国資本にいろいろ土地が買われていくことを非常にその、まあ、危機感を持っていると。だから日本人に買ってほしいんだというようなことを言いながらですね、実際には中国人に売ったりで、これはね、要するにいろんなやり方があるんですよ。それはその7年前の時も書きましたけれども、一つは中国系資本というふうに私あの時言ったんですが、それいろんなやり方があってですね、例えば日本にいる、帰化している中国人、あるいは中国人の作った法人ですね、ここが買う場合、じゃあそれはその中国資本といってもちょっと分かりにくいでしょということが一つ、で、それ以外にですね、当時非常に話題になったんだけどペーパーカンパニー、タックスヘイブンにあるペーパーカンパニーですね、これを、所有者だというふうにすると実際の所有者を取得できるんですよ。本当は誰の持ち物なのか分かりにくくできるし、それから持ち主を変えることも可能なんですね。ペーパーカンパニーの代表者を変えちゃえばいいんですから。ですから実際にはこの森林が誰がお金を出して誰によって買われたかが全く分からないでサクサクと買われているっていうのは結構あるんですよ。ですから中国系資本といったのはもうその要するにそういう言い方しかできないんですけど、実際には中国本土のお金が入っているんだけれども、そのタックスヘイブンでのペーパーカンパニーが買うと、要するにタックスヘイブンというのはイギリス領だったりするところが結構あるので、中国って名前はそこには出てこないんです、登記上は。でも実は中国本土から香港のペーパーカンパニーを一つかまして、さらにもう一つ別 そのタックスヘイブンをかまして来ているというようなケースもかなりあります。ですからかなり不自然、そうなんですよ。でそこまでね、身分を秘匿して要するに持ち主のですよ、そうまでしてこんなに大規模に買収する理由ってどこにあるんだろうというのが最初の疑問点だったんですけれども、だんだん分かってきたんですね。でこの北海道に実は地下資源がかなりあるっていうのは知らない方はびっくりされるかもしれませんけど、今は掘ってないんですよ。日本でその資源を採掘しようと思ってもかなりコストがかかりますからね、それよりは外から買った方がっていうようなことになってるわけですけど、実際にはあるので、土の下にですね、石油までね、そうなんです。ですからこれまでも要するにさっき言ったね、地下水だけじゃないんですよ、土地を買ったら地面の下のものは一体誰のものなんだっていうことが日本は決められてこなかったんですよ。でここで非常にその驚いたのが、調査をしていて分かったのが、日本の地下資源がどこに何が埋まっているのかというのは中国が全部知っていることなんです。あと中国は航空写真も日本の精密なものを全て持ってます、でこれはどうして用いたかということなんですけれども、実際にはその入札の自由化というのが始まりまして、外国の企業でも入札にどんどん大きい入札には参加できると。それで航空写真だとか地下の調査の入札に関して中国企業が相当安い値段で入札に入ってきたと。それで日本企業はこれではまずいということで、そこら辺 その企業を集めて、我々が元請けになって君たちに仕事を出すのでちょっとうまくやっていこうよというような業界の話があったと。で結局は日本の企業が取っているようなんですけれども、そのデータ処理は人件費の安い中国に全部やらせていると。ということは地下資源のデータも航空写真のデータも中国は全て処理して持っているので、ここの土地が欲しい、ここの土地には何が埋まってるっていうのを全て分かって買ってきていると。なのでさっき先ほどのようなピンポイントで重要な土地を買われているっていうのも背景にあるっていうのは分かってほしいと。そういう情報は全部中国が抑えてるっていうのもあまり皆さん知られてないと思うので、そういう危機感も持ってほしいとは思ってます。あとさまざまな地図データを作る制作現場というのが全部中国に行ってるんですよ、ですからもう地図やなんかの日本のね、地形地勢のさまざまなデータというのはもう中国国内に相当蓄積されてるんです、ですから丸裸みたいな話ですね。
ポイントでね、視聴者の方からですねメールを頂戴しました。北海道の札幌にお住まいの男性の方からね、はい、頂戴しました。虎ノ門ニュース様おはようございます。小野寺さんがいらっしゃいますので不安はありませんが念のためお便りします、はい、首都圏など大都市圏にお住まいの皆さんは北海道の広さを身近な都府県レベルだと勘違いされている方もいらっしゃるようです。北海道は東北6県と新潟県を合わせたものと等しい面積だと説明できます、はい、それほど広い土地なのです、はい、どれだけ広い国土が中国資本に買われているか、はい、ご理解いただきたく思いますという切実な叫びのようなメールですね、はい、その通りですね、ありがとうございます、はい、いやもうこれはこればっかり本当に一刻も早くも手遅れにならないうちにね、もう若干手遅れっぽいんですね、まあ、ただあのね、要するにそのさっき言ったようにね、まあ買われてもですよ、最終的には、まあなんかよっぽどのことが起きてきたら召し上げるとかいうことができればいいんですけど、うん、日本はそうならないじゃないですか、うん、例えばアメリカではですね、うん、あの2000年代の初めにですね、まあこれは企業買収の事例でしたけれども、うん、ユノカルというアメリカの石油精製会社、うん、大企業です、うん、ここが中国の国営石油会社から買収かけられたんですよ。でその時にいやこれは大変だと、で特にねそのユノカルというアメリカを代表する石油精製企業が買われることも問題なんだけれども、当時カリフォルニアに大規模なあの海底油田があるということが分かって、それの開発にユノカルが乗り出すんじゃないかっていうことまで言われてたんですよ。その時にちょうど中国がものすごい金額で買収をかけてきた。でアメリカはね、要するにビジネス自由の国でしょ、要するにその企業売ったり買ったりも自由だし、それからいろいろね、あの国際的なその企業が入ってきて、ビジネスをするのも基本自由な国なんだけれども、これはもう議会が大騒ぎしてですね、連邦議会の議員たちが大騒ぎして、もうこれはもうアメリカそのものを買われちゃうのと同じぐらいのことだと言って大騒ぎをして、それで止めてるんです。それからオバマ大統領の時代にも、中国の資本によるその企業買収の事例を大統領が言及して止めたという、そういうケースもありました。だから他の国だといよいよとなれば政治家が出てってですね、もう止めちゃうという強権発動ということもあり得るんですけど、日本の政治家そんなことしないでしょ、あの国会の手たらく見たら。逆に動きますからね。そう、未だに盛りかけですからね。そんなことやってる人たちの中でそんなとてもできると思えませんもの。逆にその中国に売る手助けをして、まあ名前は出しませんけれども、ある自民党の大幹部の方はですね、北海道で1000ヘクタール単位のゴルフ場とその周辺の山林を買われたんですけれども、それの仲介をしていたのは、まあ、自民党のまあ有力議員だっていうのは地元では非常に有名で、そう考えると本当この人は保守なのか売国なのかと。一括の話で、一括ではない話です。この名前は出せませんけれども、他にもいるんですか。それぐらい言います、います。自民党の中にいるんですか。自民党の中ですよ、非常に重鎮です。まあ、その方がまあ売ってるというようなことを考えると、逆に他の国ではどうにか自分の国を守ろうとしているような政治家がいるのが当たり前なのに、逆に売買の手助けをしている議員がいるっていうのはこれけしからんと。僕自民党の議員なので批判を受けるかもしれませんけれども、自民党だろうが何だろうが、まあ売国だ売国だというふうに思っているので、まあそういう動きがあるっていうのは嘆かましい限りですね。本当に読んで字のごとしのね、そうですよ、まさしく国土を